ヒメバラモミは、松カ島貴族の常緑針葉樹である。日本特産種で、八ヶ岳と南アルプス北部、秩父山地の海抜1000メートルから2000メートルに、かけての霊温帯から鉱山帯に分布しているが、現在はその数は1000本足らずと推定され、極めて少ない。しかし、最終表記の地層からは、数多くの化石が見つかっており、その当時は霊量。 乾燥気候の下で日本の広い範囲で繁栄していたと考えられる。いわゆるクリスマスツリー型の樹形で大きいものでは樹高45メートル、直径1.5メートルにも達する場合がある。樹皮は肺褐色。葉は太く短く、長さ6から13ミリメートル程度、断面は皮脂型である。球花は長さ2.5から4.5センチメートルほどである。奥、 秩父小節だけ北方の資産に自生する集団は、編集アズサバラもみパイシアマキシモックス部バリエーション、セノネンシスとして扱われていたが、現在は、シノニムとされている。勝木アンドラスコムは、アズサバラもみを姫バラもみの編集として認める立場を、とっているが、それでも全体にすればわずかな割合にしかならず、むしろ基本種の方を、近年の過剰伐採と逃避林がから松林に、 樹脂転換されたことから絶滅危惧種と評価している。ありがとうございます。